どうも、皆さん、こんにちは。吉井ランランチャンネルニュースの時間です。そして私、ニュースキャスターのシリコです。2022年7月27日の時点で、3つのニュースが入ってきています。それでは、早速参りましょう。まず1つ目です。参議院選挙では、自民党が勝利しました。今月10日に行われた参議院選挙の結果は、このようになりました。今回争われた125議席をさらに細かく見ていくと、自民党が63議席、公明党が13議席、立憲民主党が17議席、日本維新の会が12議席、国民民主党が5議席、共産党が4議席、れいわ新選組が3議席、社民党、NHK 受信料を支払わない国民を守る党、さらに参政党が1議席、無所属が5議席を獲得しました。さらに憲法改正に前向きな、改憲前向きとされている自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党が177議席と、議席数の3分の2を上回りました。今回の参議院選挙で自民党が議席を増やしたことにより、今後の政権はしばらくは安定しそうです。そのため、2024年9月の総裁選までは黄金の2年となりそうです。さらに、次の参院選は、今後3年間はなく、衆議院も、岸田総理が解散しなければ、今後3年間は衆議院選挙もありません。岸田総理はあまり意見をはっきり言うタイプではないので、衆議院解散は遠くなると思われます。今後しばらくは、岸田内閣が続きそうです。しかし、安倍晋三氏が亡くなったことにより、情勢は変わってきています。次の内閣改造にも、期待ですね。続いてのニュースです。テレビ東京の、ザカラオケバトルというテレビ番組の、アンダー18歌うま甲子園最強王者決定戦で、北本里斗くんが AI 史上2人目の100点を満点で優勝しました。今月17日に、テレビ東京系列のザカラオケバトルで放送されたアンダー18歌うま甲子園最強王者決定戦で四天王の北本里斗くんがなんと史上初の予選と決勝の両方で100点満点でした。そして見事最強王者になりました。カラオケバトルのアンダー18には他にも注目しているスインガーがたくさんあるのでこれからも期待ですね。続いてのニュースです。吉井ランランチャンネルは順調に発展を遂げています。2022年7月27日の時点で、チャンネル登録者は4499人と、もうすぐ4500人を超えそうです。また、これらのショート動画が100万回視聴を超えています。また、鳩山幸雄氏わらという動画が1万回を超えています。皆さんぜひこの機会に、再生リストを参考にしながら、他の動画も見てみてください。そして、もしいいなと感じてくれたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。この番組は、吉井ランランチャンネルと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。